夏のトレンドメイクを行っていきます。花や草木などの自然界に存在するネイチャーカラーと呼ばれるものがトレンドになってきているので、こちらのポイズンアイビーというグリーンのお色味を使ってメイクをしていきたいと思います。まずは目元にスティックアイシャドウのトープを広げていきます。目の眼球のあたりまで広げていただくと自然な立体感を作ることができます。境目を指の腹でなじませるようにすると自然と溶け込むようになじんでくれます。こちらのハイライティングパウダーのブロンズグローを先ほどのアイシャドウの上に重ねていきます。ハイライティングパウダーのツヤがとても綺麗なので、自然な滑らかな健康的なツヤに仕上がります。続いてはこちらのポイズンアイビーを目の際に広げていきます。アイシャドウブラシの腹に取って目の際から広げていきます。その際に軽く手の甲でパウダーをなじませていきます。目の際の二重幅から少しブレンディングしていくようにふわふわふわっと上に重ねていきます。目の際にポイズンアイビーを重ねることで少しリッチな印象に仕上がってきます。アンダーにも重ねていきます。今使ったリュクサイシャドウのポイズンアイビーに合わせて、こういったカーキカラーのブラックアイビーというアイライナーを今から引いていきます。とても芯が柔らかいのでふんわりと滑らかに乗ってくれます。最後仕上げにスパークルアイシャドウのベイビーピーチを目頭に重ねていきます。ベイビーピーチは少し偏光パールも入っているので、こういう目頭につけてあげると目元がよりうるうるっと見えて透明感が出てきます。夏のスモーキーメイクはあまりダークな色味で締めすぎず、少しこういうパールのあるものを使ってあげると透明感が引き立つのでバランスが取りやすくなります。いかがでしょう、アイメイクが仕上がりました。続いてはちょっとリッチな健康的な印象にしたいので、先ほど目元に使ったハイライティングパウダーのブロンズグローをチークの前のベースとして全体的にふんわり入れていきます。キラッとした印象に仕上がります。チークの前の仕込みとしてふわっとベースに全体的に入れています。あとは血色感を出したいので少し中央だけにポットルージュのパウダーピンクを重ねていきます。フルカバタッチアップブラシで軽くトントントンとタップするようにつけていきます。ハイライティングパウダーの光沢感のあるツヤとポットルージュの滑らかなみずみずしいツヤが重なってとてもヘルシーな印象に仕上がります。続いてはボビーブラウンでも人気のクラッシュトリップカラーのブラックベリーを使っていきます。秋冬にお持ちいただいている方もとても多いと思うんですが、つける順番を変えるだけでも夏らしく仕上がるので、こちらのクラッシュトリップのブラックベリーをつける前にクラッシュドオイルインフューズドグロスのワイルドカード重ねていきます。まず口紅のベースとして全体的にふんわりと重ねていきます。みずみずしいぷっくりとした質感とほんのりオレンジカラーが柔らかくのるのでベースとして全体的につけておきます。その後にこちらのクラッシュドリップカラーのブラックベリーを中央に軽くポンポンと重ねていきます。じわっとした質感でグラデーションリップに仕上がります。今回は目元はこういったポイズンアイビーを使ってソフトなスモーキーアイに仕上げました。夏のスモーキーアイにした場合はお肌だったり口元や頬にツヤ感のあるものを持ってきていただくと軽やかな印象に仕上がります。ぜひ皆さんも今年の夏チャレンジしてみてください。